こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では飼育中のアリに天然の虫を与える危険性についてお話しします。アリの命に関わる話ですので、アリを飼育されている方は必ず最後まで見ていただきますようお願いします。はじめにこちらの映像をご覧ください。これは現在のクロオオアリの餌場の様子です。女王アリが餌場に出てきてしまい、女王アリを巣に引き戻そうとして力尽きたワーカーが多数死亡し、無残な姿となっています。別の角度からの映像です。なぜこのようなことになったかというと、天然の虫餌を与えたことにより女王が病気になり、コロニーの全滅を防ぐため女王がワーカーから餌場に逃げてきたためです。女王アリは病気に感染するとコロニーの全滅を防ぐため他のワーカーと距離を取り、栄養交換に応じなくなります。そして栄養がもらえない女王アリはみるみるお腹が小さくなり、やがて死亡します。また女王アリに餌を届けていたワーカーも同じように病気になり死亡します。クロオオアリの女王はかなり衰弱しており、いつ亡くなってもおかしくない状態です。こちらはムネアカオオアリのモミジの現在の様子です。女王モミジも天然餌が原因で病気になってしまい、ワーカーとの栄養交換に応じなくなりました。ここ数日で病気が進行し、ぐったりしたり挙動不振になったりしつつあります。今ワーカーが触覚に噛みついて女王モミジを本来のポジションに連れ戻そうとしますが、拒否していますね。モミジもいつ亡くなってもおかしくない状態です。この動画を視聴中の皆さんの中には、ただだからという理由で飼育中のアリに天然の虫餌を与えている方がまだいらっしゃるのではないかと思いますが、大変危険ですので、ぜひ今すぐやめていただきたいと思っています。蚊は伝染病を持った動物の血液を吸います。バッタやコオロギなどは田畑に近いところにいる個体は除草剤や殺虫剤などの農薬たっぷりの草を食べています。クモはそのような蚊やバッタをはじめ病気や有害物質を持った昆虫をたくさん食べています。ガヤチョウも幼虫の間に農薬たっぷりの葉っぱを食べている可能性がありますね。土や木材の中にいる昆虫は冬虫夏草に感染しているかもしれません。なので飼っているアリに愛情があるなら、天然の虫餌を与えるのはやめましょう。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。 Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。